どうも、夏目ぐです。どうも、なるみです。前回、みんなでドングレーヘムという企画をやりました。そうですね。これはどんな企画でしたっけ？ノートに書いたよね。うん。僕らの未公開の音源を、まあ、誰でもダウンロードできるようにしといたので、皆さん好きなように編集しちゃってくださいっていうやつですね。うん。ロー音源とまでは言わないけど、まあ、ほぼ、そのまま撮ってたし。ノイズを消して、あと何もしてないっていう状態のやつを置いといたんですよね。うん。いやー、いっぱいのご応募というか、公開ありがとうございます。ありがとうございます。全部聞きました。いや、こんなに参加してくれると思わなかったですね。うん。こんなめんどくさい企画にさ。編集するの大変だよ、だってね。ね。いやー、どれも全部面白かったですね。僕はあの、動画のやつが好きだったな。動画を作ってくると思わなかったね。うん。あれ、かわいいね、すごいね。うん。あれ、ちょっと使いたい、どっかで。うん。すごいな、あれ。あ、皆さん見てほしいから、ちょっと概要欄に貼ってあるけど。5月5日18時にみんな公開しましょうみたいな感じで告知したんですけど、うん、なのですでにいくつか公開されたやつを紹介すると、ヒカルンバーさんという方がやってくれてましたね。あ、最初のさ、うん、SE というかイントロすごくない？どさくさに紛れて早速始めましょう。トリ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 メインパーソナリティのてんちゃんです。もう一回言いましょうか。私、メインパーソナリティのてんちゃんです。そしてアシスタントのどうもなるみです。おはモーニン、どうもなつめぐです。いやー、ごめんなさいね。取られない方が良くない？音声って何でもできちゃうでしょ。好きにしてくださいってノートに書いてあったでしょ。あ、そうなの？少なくとも私はそう受け取りました。しゃあないわな、これは。平気になってメインパーソナリティなんて、まあ本当やりたい放題です。なんだろうな、世に出回るとね、こうやってこねくり回されます。なるほどね。素晴らしい。素晴らしいですね。どんぐりジャック。うん。あとは、あとね、そう、ツイッターで動画を公開してくれた翔太さんという方ですね。うん。かわいいアニメーションでね、やってくれてるっていう。夏目がの YouTube おすすめコーナー。おお、来た。一つ目。チャンネル。知ってそうでしょ？この人は知ってる。YouTube では見てなかったね。ノートでよく見てたな。これはね、っていうレストランですよね。あ、そう。そうなのよ。僕ね、この人結構好きで、焼きそばとか作るときはこの人のレシピを見てますね。この人のレシピ、美味しい。いや、この人の普通のレシピ美味しいんだよね。明太子パスタとか、ソース焼きそばとかはね。僕この人のパスタ全部3週以上作ってる。もうカルボナーラ死ぬほど作った。これはなんかすごいね。うん。こう来るかっていう感じでしたね。あとは花歌さんが、あ、花歌さんね、夏目が一人だけ会にしてる。うん。それもそれで面白い。面白いね、これ発想が、うん、おはモーニン、どうも夏目です。僕最近おすすめの漫画がありまして、箱詰めがね、すごい楽しい。で、これは何かと言いますと、警察官の女の子のお話です。で、なんだろう。悪がダメだ、やっつけろ、みたいなのじゃなく、もう少し日常ものと言いますか。何が面白いって、もう、警察の、これ、作者が知ってました？僕の方を消せば完全に夏目さん一人喋るようになるもんね。うん。うん。で、あと、ホネストさん。そうですね。ホネストさんは2つ挙げてくれてますね。ホネストさんそもそもみんなで編集しようっていうのをさ、提唱してくれた人だよね。うん、流行物通信簿というポッドキャストのパーソナリティですね。その人が2つ開けてくれてて、1つがホネスさん自身が登場してくるっていう、3人喋るようにしてるっていうやつですね。おはモーニン、どうもなつめぐです。どうもなるみです。今日はなんとゲストが来ていただいております。皆さんこんにちは、流行物通信簿のホネストと申します。よろしくお願いします。こんにちは、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。ドングリFM。僕最近おすすめの漫画がありまして。うん。はい。箱詰め。ああ、モーニングの連載の警察もので、はいはいはい、ドラマ化したね、最近ね。あれですよね。長野芽郁さんと戸田恵梨香さんがやってたやつですよね。そう。箱詰めがね、うん。すごい楽しい。へえ。で、これは何かと言いますと、警察官のお話です。うん。で、なんだろう。悪がダメだ、やっつけろみたいなのじゃなく、もう少し日常ものと言いますか。うん。なんか、ゆるい系だよね。そう。なんというか。で、これ、めちゃくちゃ面白いんですよ。うん。何が面白いって。で、もう一個が普通に、骨屋さんなりに編集してくれたやつと。うん。いうのが上がってますけど、どうすか、
やっぱ編集する人って違う感じします？どうなんだろうね。どうなんだろう。やっぱでも多少の違いはあるのかな。うん、なんかやっぱりガラッと変えることもできるし、うん、通常編集のちょっとした違いっていうのもあるかもね。うんうんうん、とあと聞く耳栓ってやつ。ああそっか、聞く耳栓っていう方の、うん、番外編どんぐり FM ってやつ。このラジオコラボ音源っていうのは面白いですね。面白いですね。うん、インザットケースってやつですね。うん、なんかこれ面白いのが、餃子の王将のラジオから流れるどんぐり FM とか、うんうん、バッティングセンターで話す2人とか、うん、なんかねBGM っぽくなってるんですよ。いらっしゃいませみたいなになってる。あ、本当だ。おはモーニン、どうもナツメグです。どうもなるみです。僕最近おすすめの漫画がありまして。うん、箱詰め。あー、モーニングの連載の警察のやつだよね。本当だ、これすごいね。うん、後ろでバッティングセンターなってたり。すごっ、なんかこのざわざわ感とかも出してるんだ。うん、へえ。いや、このラジオのもね面白いですよね。うん、面白いね。でここで突然なんですが、うん、これさ面白いから本編というか僕らのアカウントでどれか公開しようよ。うん、そうしよう。どれがいいですか？まあ全部公開したいけど、まああれじゃない、この番外編ラジオコラボレーションってやつ、聞く耳栓、これちょっと異色で面白いので、うん、僕らの本編でこのまま流しましょうか。流しましょう。ちなみに別に他の人が上手い下手とかそういうんじゃないです。そうっすね。さあ、うん、他の全部続けて流してもいいっすけどね。まあ概要欄にね全部貼っておくので、うん、よかったら聞いてもらってね。それぞれ個性があって面白いですね。うん、これなんて読むか僕がずっと読めないんですけど、どんぐり FM かける何これ。イヤープラグだね。イヤープラグ、耳栓ってことだよね。ああ、なるほどね。うん、なるみさん曲紹介をお願いします。はい、それでは番外編どんぐり FM とイヤープラグコラボレーション音源 In That Case どうぞ。おはモーニン、どうもナツメグです。どうもなるみです。僕最近おすすめの漫画がありまして、うん、箱詰め。あー、モーニングの連載の警察のやつだよね。モーニングだっけ、違う気がする。あ、スピリッツか。スピリッツか。これね、モーニングとスピリッツはさ、いつもね差が分からなくなっちゃうんだよ。あ、モーニングだ。モーニング、モーニングか。そう、警察ものでドラマ化したね最近ね。ね、箱詰めがねすごい楽しい。でこれは何かと言いますと、警察官の女の子のお話です。うん、で女の子だけじゃないんですけど、警察官のお話で、でなんだろう、悪がダメだやっつけろみたいなのじゃなく、もう少し日常ものと言いますか、なんかゆるい系だよね。そう、なんというか。でこれめちゃくちゃ面白いんですよ。うん、何が面白いって、もう警察の、これ作者が知ってました？作者警察なんですよ。あ、そうなの。で原作ってこと。10年以上、うん、警察官やってた人が、同僚がバッタバッタと結構死んじゃってるんですって、過労死とかで。へえ、働きすぎなの警察って。そうで、とかいろいろ大変で。あ、そうなんだ。そうで、それですごい大変だから、なんか成美さん、うん、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。そうで大変だから候補行くっつって、警察増やそうって言って候補行って、警察の中の候補行ったけど、うん、でもそれでもそんなに人増えないから、じゃあ漫画描くっつって。へえ、すごいね。そうで書いてる内容が、うん、で、うん、なんだろう、何話か作って持ち込みに行ったら、うん、これ本気の人、本当の警察しかこんなネタ書けなくねって社内で話題になり、うん、何これ何これってなったら、本当にやっぱ警察の人が書いてきて、え、じゃあその人普通に絵が上手い警察官だったんだ。そう。おで今はもう箱詰めやってるんですけど、うん、なんだろう、例えば拳銃してるからこれ外すときって許可が必要で、うん、女の人トイレ行けないの、男の人はタッションしちゃうからいいけど、おしっこ行きたいとき外せないの。女の人はタッションしないんですか。でなんでするのでじゃあどうするかって言ったら、うんうん、もう膀胱炎になるまで我慢します。でそんな我慢できるようになるんですかって言ったら、もうそれはただ膀胱炎になっちゃうだけです。もう、え、それ何、トイレ行きますって言えばいいんじゃないの。できないのよそういうのは。あ、ちょっとあのトイレ行くの外しますって許可もらえばいいんでしょ。そういうんじゃないの。じゃあ例えば山の遭難者の捜索とかの時に、うん、2日間です1日ですみたいなね、時外せないし。
そんな気軽に外すときないのよ。トイレそんな気軽にないのよ。とかとか、もうねめちゃくちゃ詳しい内容が書いてあるんですよ。で、まあ、日常ものでギャグも面白いんで面白いなと思ってたら、これねちょっと時間かかるけど、なるみさんね見てほしい。あのねオットタクシーみたいだった。詳しく瀬戸内海みたいだった。で最後何急展開があんの？そうギャグだけじゃないのよ。それでびっくりした。俺ちょっとモーニングでチラッとパラパラ見た時はさ、あそう1話完結もののちょっとした発信するとギャグだと思って、もう98日目と思ったけど、そう98%そうなのよ、うんうん、でもそうじゃないこともあるのよ。うーん、これね、うん、何も考えず一回今全部まで長いの。の今198話ぐらいまであった気がする。2週間ぐらい一回ね何も考えずにね読んでいただくと。で今ならマガポケでよくわかんない広告を見ながらやれば1日4話ずつ見れるから。プラチナ夏目さんさ、うん、今俺何巻って聞いたのに198話っていうところからさ、もうさアプリで見てるよね。もう和で話す人なんだっていうね。そうそう今時の子だなと思ったもん。俺らはもう何千何巻だけどさ、いやそんな Kindle で一気に買うとかじゃないもん。何話なんだね。まず作品チケットで1話見て作品チケットって何？24時間で回復するチケットがあるんで、うん、それがあれば1日1話読めるんですよ。はいはい。で190円しかかっちゃうじゃんそれだ。でそうなんですよ、うん、で、うん、プレミアムチケットっていってどの作品でも 1日1個見れる券があるんで、それ使うと2話見れる、うん、はい。でよくわかんない何試験管の色を変えましょうみたいな、なんかそういう広告を50秒ぐらい見続けると、うん、もう1話読める。そうすると70日読めるね全部ね。でなんと広告はもう1個読めるから4話見える1日24時間。そしたら俺1万円払うからもうその日に全部買いちゃうしゃいんだけどね。いやもう僕は毎日寝る前に、うん、よし寝るぞ、うん、さて箱詰めを開いて4話見てああ今日も楽しいなおやすみ。学生じゃないんだからさ買えよもう。いやー楽しい箱詰めね。いや箱詰めねそんなにめちゃめちゃ面白い印象なかったんだけど、でも最近すごく周りも面白いって言ってさ。本当にそうなのよ箱詰めね。なんかちょっとギア入ってきた感じがするのかなと思ってね。そうそうそう、うん、でいやこれ、ま、とにかく見てほしい。見たら なんで進めるんだろうっていうのが分かるから。それやっぱ10巻過ぎたぐらいから一気に来んの？100話過ぎぐらいから。まあ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 確かにね、あるかもそんぐらいかもしれないし、でもどっかでギアは変わるね。うん、見てみますよ。そう絶対好きだと思う。もっとなんか僕も正直 2,3、うん、回読んだことあったけど、まあ序盤なんかだるくなかった、まあ、こち亀ねっていう、まあだるくはないけど、うん、こち亀ねって感じ。こち亀はやっぱ面白いじゃんだって。うん、両通っつって大原部長が毎回怒るのは超良かったじゃん。うん、箱詰め結構結構あれじゃない、ここ 1,2 年で読んだ漫画の中でトップランクに来るよ僕。ベスト3に入れれると思う。私以外みんなバカよりも面白い。いや私以外みんなバカってあるじゃん。あるね。ある。ベストセラーのあるのかな、ちょっと知らないけど。え、まあ、知らない。あのスマホ広告に流れてるさ私以外みんなバカっていう作品。あれ、なるみさんさ、もうちょっとさ、うん、そういうスマホ広告にアテンション取られない方が良くない、うん、なんでそんなにめちゃくちゃ見ちゃって。私以外みんなバカ最高だよあれ本当に。うん、俺基本的に自分以外は賢いよなと思いながら言ってるからな。いや待って、僕がそう思ったわけじゃないからね。あ、そうなんだ。僕その主人公じゃないからさ。そうかそうか。うん、じゃあ今やっぱ私以外みんなバカか箱詰めの時代なんですかね今。ちょっとなんかあんまそういう漫画を僕あんま読まないからあれだけど、僕この1週間私以外みんなバカか、うん、あのサバサバ女の方読ませてもらってますけど。なるみさん時間がもったいなくて YouTube 見ないって言うけど、よっぽどよっぽどじゃない、その時間大丈夫？よっぽどじゃないのよ。いや私以外みんなバカ読むんだったらあのさ、スラムダンク読んだ方がいいと思う。もちろんそれもそうだと思うよ、うん、たださ
スラムダンクが最高だよねっていうのもいつまで言ってていいのっていう問題もあるし、うん、あとプラスみんな周りの人もさ、あのスマホのコック見て私以外みんなバカの結末気になってんのよ、すごいね。ちょっと気になっちゃってんのよ、うん、ただ僕は全て読んだことによって一切気になってないんだよ、もうね。なるほどね。うん、なんだろうな、あれは全部買って読まない限り、うん、広告として成り立っちゃってるのよね。違うよ、ちょっと気になっちゃうじゃん、あれ。この私以外みんなバカってあの子はこんなことどうなるんだろうっていう、どんな天罰受けるのってみんなちょっとそわそわしながらさ、広告をちょっとだけ見ちゃったりするじゃん。僕はその先を言ってて前回読んでるっていうね。なんかあれかな、年齢重ねていくとゴシップだったり、あの何習慣なんとかみたいなのがいや僕ね一般のゴシップ一切興味ないんだけど、うん、こういう漫画のぜひね、あの、うん、私以外みんなバカかサバサバなについて語るポッドキャストがあったら呼んでください、ゲストに。2時間語りたいまし、語りたい。ないよ。なるほどね、何の話だっけ。箱詰め、そう、箱詰め。箱詰めね、ぜひ皆さんもここ最近読んだ漫画の中で結構トップレベル、うん、におすすめです。マジか、そんな面白かったんだ、うん、ちょっと読んでみますね、うん、知らなかった。結構おすすめ。他にはおすすめ、うん、最近は箱詰め、まああれかな、チ。ああ、チね、読んだ。チはね、僕はちょっとやっぱ怖くて苦手なんだよね。あの前回話したのと同じで。同じ同じ。チはすごいね、最近ギアがもう毎回変わるね。うんうんうん。あと僕はあの世界の中心を読んで愛を叫ぶみたいな、はい、映画かなドラマかななんかがあった時に、これ次ってこうなるんじゃない、あなたはみたいな、うん、恋空だっけな、何かの恋愛小説映画あった時に、次こうなるじゃん、なった次こうなるよ、なったっていう、もうね、なんだろう、エスパーかな、もしかしたら予知能力あるかな、まあ、読めるよねちょっとね。そう、うん、で言うと箱詰めもそうだし、チーももういい感じに裏切ってくるね。ああ、そうなんだ。僕ならこうするなと思った瞬間全然違うことやられると、うん、楽しいね。それでちゃんとしかもストーリーが面白い方に行くと、うんうん、楽しい。僕あのなんだっけ、前に話したさ、うん、この漫画が面白い、うん、2021だっけ、うん、あん中だと東京日頃っていうのを買って読んだけど、おお、あの読んだことないけどっつってたやつ、よかった、松本太陽のやつ。これ漫画編集者、多分40代半ばぐらいのいいおっさんの漫画編集者が主人公で、うん、出版社辞めて自分の道を行くみたいな感じでね、うん、なんかちょっと枯れた爆漫なのよ。はいはい、すごく詩的でアーティスティックな作品だね、うん、松本太陽らしいすごくいい作品だったな、これね。なんか例えば爆漫とか昭和商店みたいな10代が主人公のイケイケのが好きながちょっと疲れんなって人には、東京日頃みたいなのが合ってるかもしれない。僕はちょっとね、東京日頃のテンションすごい好きだったね。枯れたおじさんのクリエイティブなどう生きるかみたいなのがテーマなのか分かんないですけど、これはおすすめかな。まあ1巻2回かな、まだ出てるのか。漫画で言うと漫画大賞2022が発表されました。あ、もう出たのそんなの。うん、いやまああれよ、2022って言いながら、あの2022年に発表する、多分ここ1年ぐらいのっていう話だと、はい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 、うん、これ成美さんにリンク送りましたけど、上10個もうほぼ全部あれじゃない、ダーヴィンチ編この間のあれ出てたよね。そうで1位よ今回、ルックバックね。で平休み僕結構好きですね。これ見たことないわ。高円寺阿佐ヶ谷台の平屋が主人公の家で、うん、ちょっとその人情系の話ですね、はいはい、あと女の園の星もこれ大好き。はい。で、地でしょ？地でしょ？トリリオンゲーム。トリゲーム。ダンダダン。推しの子。推しの子。海がしレンドロール、はいはい。ちょっとかぶってんの？かぶる。まあかぶるよ。大体かぶるよ ね、まあ、ね。うん。こんな新規さでもだんだん出ないよね。出ない出ない。すぐには。しかもこの1年でってやるとそうなるよ。うん。ダーウィン事変、一気、ね、に上位に来たね。うん。あれ、前回じゃないや、この漫画がすごいとかは、どんぐらいっけ？ 10 以下だっけ？10以下だったんじゃない？これ確かノートで第1話見えんだよね。うん、そうそうそう。
楽しいですよね。これ1話見ただけで結構グッとつかまれるいい作品だなと思ったけど、うん、だいたいかぶり気味だけど、まあ、しゃあないわな、これは。あれ注意以下がでどんな新しいの来るのかって感じなんですかね。この漫画大賞2022は2021年1月1日から12月31日までに単行本が作品発売された作品のうち最大関数が8巻までの漫画作品。じゃあ比較的新しい、連載でいうと2年以内って感じか。そうだからナルトとかが入んないってことね、ワンピースとか、うんうんうん、そうしないとねずっとワンピースですになっちゃうから、まあうんうん、連載2年以内で最新巻が出てるやつという、うん、そうしないとね、何、まあ、そうだな、2巻で終わった伝説の作品がずっと撮っちゃうからさ、うん、でこのサイトの下の方に多分こんなのが候補にあったよみたいなのがバーってあるけど、うん、うん、タイトルだけ見てもよくわからんな。いや僕ね、紹介過去どんぐらい紹介したあの福福人々が終わっちゃうっていうのはすごいショックなんですよね。終わっちゃったんじゃない、終わっちゃったよね、終わっちゃったよね、うん、うん、あれ結構いい作品だからこういうのに入ってくる作品だと思ったけど4巻までだったね。なんか編集者のような悔しさを感じてますよ、なんかもういや4巻で終わらせるぐらいがちょうど良かったんじゃないって話じゃなくて、いやあれはもう少し膨らませられたなと思うから。あ、そうなんだ。マスまでいかなかったのかなっていうのはちょっと残念ですね。はいはい、面白かったのに。面白かったのに。なるほどね。うん、と漫画の話はやりたいですね、またね。ね、タコピーの話したいですね、今度。タコピー知ってますか？うん、なるみさんどっかで話しましたっけ？話してないか、見て、なるみさん見てないですよね。見ました？最後見てないんだよね、途中。そうそう、あれタコピーってどんぐりで話しましたっけ？いや、話してないと思う。話してないか。うん、これ僕たちどんぐりで話したっけ、話してないな、話したわ、廊下だわ、完全におじさんだわみたいな会話してましたけど、ゆとたは完全に同じ話いっぱいしてて石垣島で台風来た話またしてるわみたいなこれね、ポッドキャスターあるあるなのかもしれない。まあいつ話したか覚えてないよね。そうで、あと配信で話したのか日常の会話で話したのか、いやわかるわかる、他の人と話したのかもう一切わかんないから、友達に行ったのか誰に行ったのかってのはもうわかんないんだよね。そうそう、だから実は廊下じゃなかったんじゃないって思いました。安心、ゆとたわは多分さ、うん、友達が多いんだよ。はあ、はあ、だからいろんな人喋ってる可能性があるんだよね、うん、僕ら家から一歩も出ないのに、あれ夏目さんに行ったっけ行ってないっけみたいなね、そういう、そうか、行ったか行ってないかを覚えてないのと、そう行ったけど誰にとかじゃないんだよそういうのはあるかもしれないですね。廊下だよね、含めて廊下なんだよって言うけど、じゃあ小学生だって同じところで同じ話いっぱいするからさ、別にずっとそうなんじゃない。小学生が同じ話するのはまた別なんだよね聞いて聞いて、何と話しても面白いと思ってるまあ俺たちもそうかもしれないけどちょっとタコピーの話を今度しましょうかね。うん、ぜひね、うん、あのおすすめ漫画教えてほしいですね、リスナーの皆さんにも。おすすめで言うと、僕最近おすすめがいっぱいありまして、うん、YouTube、 夏目家の YouTube おすすめコーナー、来た突然来るよね。一つも知らないです僕は、まず宣言しますけど。いや知ってんじゃない、今回はね絶対あげられるの知らないよ。いや今回は2つだけ。じゃあ知ってたためしかないけど、じゃあ1個目開いていいですか、このリンク。はい、一つ目知ってんじゃない、鳥羽周作のしずるチャンネル。ああ、これはね知ってそうでしょ。あのシオっていうレッスンの鳥羽さんですよね。あ、そうそうなのよ、この人は知ってる。 YouTube では見てなかったね、ノートでよく見てたな僕この人のこと、ね、うん、この人結構好きで、焼きそばとか作るときはこの人のレシピを見てますね。この人のレシピ美味しい。いやこの人の普通のレシピ美味しいんだよね、明太子パスタとかソース焼きそばでもね。僕この人のパスタ全部3種以上作ってる。カルボナーラ死ぬほど作った。いやカルボナーラもね、すげえうまそうなんだ。まあでもね、そう、いやこの鳥羽周作さんのしずるチャンネル、これね、おお、もう30万もいってる。僕ひと、お嬉しいね、夏目さんの登録した時は一桁だったのに。そう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 、今でかかったよね。でかかったおおっここの人に誇らせ誇れるところ
他の人よりも流行る YouTube を見つけれる。見つける。これね、めちゃくちゃ良き。分かりやすいし、うん、まあ、この人の話も面白いっていうのもあるけど、美味しい。あのレシピが、レシピを見るときにさ、夏目さんは動画派なの？うん、YouTube。僕完全にレシピはテキストじゃなきゃダメなんだよね。テキスト、あれ200年ぐらい前に流行ったあの形式の文字っていう昔の、なるほどね、音も絵もない、そうそうそう、昔のやつ、はい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 、なんかね、あの今で言うテロップを抜き出しただけのやつですね文字っていうんだけど、その文字ってやつでレシピを見た方が自分のペースで見れて心が安らぐんだけど、僕も今の人は何で動画っていうのでしょ、もう完全に YouTube ですね。いや結構なんだろう、多分僕が料理今までしたことなかったからっていうのもあるんですけど、うん、あこれぐらい上がればこの色になったらいいんだみたいなのが分かりやすいし、調味料大さじ2って言われてもあこれぐらいなんだみたいな、それ大さじ2じゃないけど、違うこの見た目が合ってるなみたいなのね、うん、いいんですよこの鳥羽さんのレシピ、とても面白い。おすすめ理由その1、美味しい、はい、その2、分かりやすい、うん、その3、あんまり変な材料使わない、うん、これ大事。この人いいよ。一番好きなのは何かな、カルボナーラ好きなんだけどちょっと生クリーム買うのがだるいんだよな。あれかも、台湾混ぜそば、これの台湾混ぜそばめちゃくちゃ美味しい。へえ、そうなんだ、うん、そんなややこしそうなの作るんだ。うん、いや簡単よ。簡単、うん、でもここにあるの全部作った。ほう、めちゃくちゃいい。この人ノートでもすごい書いてて、僕の美味しさにはロジックがあるみたいなこと言ってて、うん、なんか最初にちょっとしょぼいの出して、その次になんだろう、しょっぱくして甘くするじゃないけど、なんかそうやってちゃんとストーリーも作るんですって。組み立てがあるみたいな話をしてるよ ね、僕はあのこの人のノートをすごい見てて、うん、ノートだとさ、このマルちゃんソース焼きそばを美味しく作るっていうノートがめちゃめちゃ良くてさ、へえ、そんなんだろう。これも暗記してるぐらい覚えてて、あの焼きそばのあの麺とかあるじゃん、あれ最初レンジ温めとくとか、ソースをお湯で溶いておくとか、ちょっと細かい工夫するとあの袋焼きそばがめちゃめちゃ美味しくなるっていうね。こういうなんかみんなが手に届くところの発酵してくれるのがすげえ好きだな。はい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 、まあ、うまいよね、戦略としてね、真似できるっていうのが大事。いや、この人のレシピ、別に僕本当にこの人のこと知らなくて、うん、なんかたまたまサジェッションで出てきて見たら、お、ちょっと面白いし美味しそうだなって、でどん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 見てって、でしかも作ったら美味しいから、うん、いいんすよ。素晴らしい二どんぐり。おばさん聞いてますでしょうか。移動国なので後で取りに来てください。続きましてもう一個がリュウジのバズレシピ。あー知ってる、ほら、これはめちゃめちゃ見てる。今回らしいね。でしょ、うん、この人さ酒飲みすぎなのよ。もうこの人後半レロレロになってるでしょ。大丈夫っていうぐらいさ、ベロンベロンじゃん。ベロンベロン、いや包丁よく持てるなと思うよね、うん、なんかちょっとグレーのテレビみたいなのもあるでしょうね。ちょっとわかる。ちょっとビジュアル系になってるね、ちょっと横になってくると。リュウジのバズレシピはね、あーもう大好きこの人。そうで、この人いいのは、まあ普通のレシピそうなんですけど、レシピ中にめんどくさいことがあんまりない。なんだろう、私のお店はこうでこうでこうでみたいな、いやレシピを今見に来てるのに、うん、あなたの自分語りいらんわっていう時にリュウジさんは結構ちゃんと進めてくれるんで、良き。あとね、リュウジさんともね、リュウジさんおすすめポイント3つ。1つ目、美味しい。2つ目、分かりやすい。3つ目、家の中にあるのでできる。さっきと一緒。いや、大事なのよ。なんかよく分かんない高級食材いっぱい集めてきてさ、6時間かけたら作れるじゃん。まあ、そういうのも多分見られないんだよね。最大プライス取りに行くと、多分こういう台所できるもんしたくなるし、王道を言ってるような。あとリュウジさんのやっぱ見ると、この上げてる動画一覧見るとさ、うん、とにかく茶色いじゃん、うん、色が茶色いっていうのは僕らの好きな味なんだよね。うん、いや本当そうなんだよ。あとこの人ね、味が濃い。
酒飲む人にとってね、いい味になってるから、なんだろう、まんま作るとやや味が濃いんだけど、多分それが好きな人は多いだろうなと思うね。ちょっと薄めて作るぐらいだな、ちょうど。この人のね、一番美味しかったのはね、麻婆豆腐かな。めちゃくちゃ美味しかった、こんなうまいんだと思ってびっくりしたよ。この人もカレーとか焼きそばを作ったな。いやでもこの人ね、ベロンベロンでも包丁さばきがちゃんとしてすげえなと思ったわ。この人本も出してるからね。今回料理系なんですね。そう、僕最近この2つのレシピを見ながらご飯を作っております。いやいいじゃないですか。まあでもこの2人は多分僕らでもできるような感じの、そうそうそう、料理なんだよね。うん、難しいことをしないよね。しない。まあ一番パイが大きいかもしれない、こういう我々ぐらいの人っていうのが。あれでしょ、例えば仮に子供がいてもこんなようなの作れるかもしれないし、独身一人でもちょっとなんか作ろうかなと思ったら作るかもしれないしっていう、いや本当今日夜ご飯何しようって時にユージさんの何か作っておくと多分子供はお喜びだろうな。んだろうね。うん、いいのよ。いや素晴らしい。ユージさんの言いたいのはあれかな、何人前か書いてないから、まあ大体1人前なんだけど、何人前かの時にどうしたらいいかをちょっと、3人前の時にどうしたらいいか分かんなくなったりするから、その辺をね。ユージさんのねオムレツとか素晴らしいから。何丼ですか。1.5丼。マジでちょっと少ないじゃないですかね。お酒の分だけ減っております。お酒飲みすぎてるっていう。お酒最初、うん、至高のレシピを作るにはですねこういうのを準備して、はい、あと至高のお酒も必要ですって、うん、飲む始めた時にあのレシピは2分11秒から始まりますってちゃんと書いてあるので、その時に1分ぐらい、最初1分ぐらいでずっとお酒とはみたいな話をするから、まあまあちゃんと無駄話してくれるよね。そう、飛んでいいよみたいな感じでね、うん、僕らもね全部裏話なんで、うん、飛ぶとなくなるよ、なくなるからね。そう、今日はねこの2つを紹介したいなと思って、通常版はまた追っていっぱい溜まってるので、はい、うん、今日は料理のおすすめです。どうでした、なるちゃん知ってたでしょ両方とも。いやめちゃめちゃホッとしてる完全知ってるのでよかったわ。また変ななんかよくわかんないアニメに書くのはなく、全力なんとかさみたいな、はいはい、そういうんじゃない、はい、ぜひねこの2つのチャンネルを見て料理作ってみてください。